はい、どうもヘイでございます。アッシンクリードオリジンズの続きやっていきます。前回は悲しみの展開になってもしまいましたね。ちょっとワニまで少し遠いんですよね。なんか展開的にちょっとこの辺のやつを片付けてから行きましょうか。少しレベルが開きましたからね。バイクと同じような悲しみを背負う家族をまた出してしまったっていうのがね。ターゲットがなんかグラディエーターっぽいんですよね。そういうなんか闘技大会みたいのに出んのかな。あれって多分あの強者が出るとかじゃなくて、確か奴隷とかそういうね、あの人たちが出たりとかしてるやつだと思うんで。どういう風に絡むかちょっと楽しみですが、とりまちょっとこの町のやつを片付けていきましょう。いたいた。そいつは古い神話の文様だな。本物のメジャイの紋章か。いくらなら売る。シワは俺の故郷でな。これは売り物じゃない。ここじゃ何でも売り物になる。東の峡谷市場へ行ってみろ。シワの財宝もある。よくある偽物じゃなく本物さ。本物のシワの財宝を売るやつがいるなら会ってみたいものだ。本当にそれを売るつもりはないか。まあいい。鳥の巣の下の露店を探してみな。今なんかすごい速度で走り抜けて。シワの偽物作り。なんか衛兵が、ああさっきの侵入したところのやつか。大丈夫そうか。露店は屋根に鳥の巣がある。シワの神殿の財宝を売ってる新しい露店の話は聞いたか。神殿？何言ってるの。神のものを欲しがるなんて。待って、本物なの？なんであんなに高いんだろうな。でもアムンのアンクが手に入るなら何だってする。いらっしゃい。ここにしかないお宝がたくさんあるよ。子供が店番してる。本物と聞いたんだな。これは偽物だ。それも出来の悪い。偽物じゃない、本物だよ。いかがですか。こら、お前の店か。うん、そう。遠い芝の珍しい財宝を置いてるの。本物、本物だよ。本物を見たことあるのか。どうやらここにまともな品はないようだな。何が言いたいの。本物だって。うん、もっと高いやつだってあるんだ。案内してあげる。そう遠くないよ。ついてきて。お、そのメジャイの紋章あんまり良くないね。もっといいのがあるよ。マジで。いかがですか。これが気に入ってる。他に扱ってるものも偽物なのか。言ったでしょ、本物。はあ、なんでバレるの。これは確かに偽物だけど、でも本物だよ。母さんは本当の本物を持ってるし。なあ、実はな、俺はシワのメジャイだったんだ。本物は知ってる。ええ、ずるいよ。そうだよ、全部自分で作った。誰にもバレなかったのに。あ、なんだこれ、ブルブルしてる。心配するな。船刺さってる。よくできた偽物だ。誰にも言わないさ。だからもう本物、本当にメジャイなの。どうせ偽物でしょ。まったく、なんて生意気なやつだ。
それじゃあ見せてくれ。小さいこと走ってると不安になるわ。先に行け。真似するから。もうすごく嫌な言い方。たくましく生きてるな。いや、やめて。なんじゃ？母さん、そんな、どうすればいい？どうしたどうした？何か変だよ。どうしたの？安心しろ。俺は本物だ。幸いな。なるほど。ここにいて見よ。やってみろよ、おら、おい。ここでやりやる。いい剣があるんだ。買っていかないか。誰だお前は。いい剣いらないかい。なんか切られると出血するよ。入れてる。でしょ。ほい。よし、お前はもう死んでいる。変な商売してるからもう危ないよ。消滅せねえ。何でも持って行って。言った通りお金はないの。けどシワの財宝ならたくさんあるわ。母さん、盗賊じゃないよ。友達なんだ。助けてくれてありがとう。あんたは本物だね。偽物なんて言ってごめん。助けてくれたの。友達になってた。何か差し上げなくちゃ。親切にしてもらったお返しよ。これがいいわ。はい、シワのケペシュの精巧な模造品よ。模造品って言った。とても珍しくてもう作られてないの。受け取って、感謝の印よ。母さん、この人もう知ってて。ありがとう、光栄だ。ああ、これはいい。まるで本物だ。こんなものは他にはない。幸せがあなたにあらんことを。こういう人たちに弱いんだから、バイクはちゃんと注意してあげないと。はあ、すごい、剣の模造品。しかも本当に結構いいものじゃん。すげえ、レベル高えな。強え。呪いか、うわ、呪いつきか。呪いついちゃうとな、俺の HP 減っちゃうやつでしょ、これ。減っちゃうやつはちょっとね、出血もついてていいんですけどね、残念だな。呪いつきだとちょっとね、ダメなんですよ。私の最大 HP が森ちゃん減っちゃうんで。よっぽど火力がない限りは。マイナスがでかい。さっきまでね、ああやって一緒に走ってた子があんな目にあったから、なんか、怖くなっちゃうな。4000年前のクジラの骨格の化石。ああ、やっぱりじゃあさっきのクジラだったんですかね。あの、いくつか前の動画出てきたでっかい骨、ね。まあ、クジラ以外ありえないもんな、あんなでっかい。恐竜じゃねえだろうし。お、衛兵がいる。衛兵の前で飛び跳ねてると怖いからね。カーベレ？でも本当なんです。黙りなさい。めっちゃ叩かれてる。めっちゃ頭叩かれてる。どうしたどうしたどうした。新刊ベッチンベッチン。彼は一体何をした。お前には関係ない。下がりなさい。しかるべき罰を受けるのだ。奉仕します、奉仕します、ソベクに。なあ、何をやったんだ。ソベク像を2体船でクロコディロポリスへ運んでいました。ところが港を出てすぐ船が沈んで溺れかけました。像はなくなったんです。盗んだんじゃない。黙れ。なんだ、下がれ田舎者。おい、脅しは効かない。俺はメジャイだ。彼の申し立て通りならソベク像は見つかるだろう。嘘ならあんたの好きにしろ。あの大きな船を調べよう。神のものを盗むなど恐ろしい冒涜だ。
や、あ、これ近づいたらやべえ船じゃん。しかも乗ってるやつらのレベル高え。このウェッジより水の中だ。ここは警備が厳重だな。やかましいから始末して。さすがに反応したか。やべ、あいつ目いいな。ここでやろうぜ、ここでやろうぜ。こっちでやろう、こっちで。中央の船にバレるのめんどくさいな。ちょっと見られてる。こっちを見ないでよ、バカ。よし。顔面に一発入れてきました。気づいてもこっちの船に来れまい。来れるんですか、あなたたち。よし、とりあえずこの下のやつやろうか。フォー、最近沈んだのか。これかもな。いろいろあるな。黄金の袖くぞ。美しい。あの子の言っていた通りだ。あの子は嘘ついてなかった。もう一個あの軍艦の真ん中にありますね。これちょっと大変そうだな。上から押さえたいところですね。ふんふんふん。リーダーがいい。この前の収穫は上々だったな。黄金のソベクゾはかなりの値打ちだ。あの難破船にはもっと何かある。お気づきですか。で、回収されちゃったわけね。このリーダーすげえ体力あるわ。ちょっとこれ撃つ前にある程度他を始末してからの方がいいな。こう一発死なねえよ。冷静に。ヒヤを頭にぶち込む。なんでお前今気づかなかった。メガネ変え。よし、
あの上にあるガドリングみたいなの使って遊ぼう。デュデュデュ、隊長。隊長強いかな。隊長、隊長、お強いこれ。5900。すげえ。あー、あっちに打ちたかったのにな。隊長にしか打てなかった。残念。返してください。いや、それじゃない。それ違う、それ違う。いらない。いらない、これいらない。これだ。黄金の染めくぞ。美しい。話は本当だったの。染めくぞはあの嫌な神官に返すか。よし、ここから打って遊ぼう。はい、行きまーす。はい、8500。はい、勝負。うい、最強やでこれ。フォー、楽楽。紫の盾がよく出る。あ、そろそろ衣装を変えますか。エッツヨに変えましょう。ちょっとこの時代の世界観にエッツヨの服装はちょっとなんか浮いて見えるかもしれないけど。シックルソード使おうかな。アドレナリン自動上昇、一滴これ使おうか。クリティカルヒットダメージがねついてんだよなこれ。だからそこやっぱでかいな。せめて色付きがいいな。弓の黄色でないか。あ、これだけか。この5方向ね使えないんだよね。癖が強いから使えないんだよね。スナイプ系とかで欲しい。必要だね。歴代最強のアサシンと言われてる2の主人公です。あー、まだ叩かれてる。まだピチピチされてる。神官、あんたの大事な黄金の像だ。話は本当だったぞ。この無能な少年は面倒ばかり起こしてきた。彼の不注意にはまだまだ罰が待っている。神官の仮面をかぶった卑怯者が。忌むべき仮面だ。お前には関係ない、田舎者め。砂漠の穴の中に這い戻るがいい。俺はメジャイだ、恥知らずめ。ここでは私に権力がある。お、なるほど、いい展開だ。逃げられる。
かっこいい。シックルソードのこのモードかっこいいっすよ。おーすげえかっけえ。大丈夫か。どうしたらいい。神殿は僕を受け入れない。ソベクは運命をお前に託した。神殿に返すか持ち帰るかお前次第だ。ソベクのご加護を誇りを持ってことに当たる。神官に仮面は必要ない。あいつに次やったら始末つけないと。どこに逃げたんだ。神に繁栄をだと。どこにある。恩恵は早く。バカは何をふざけているんだ。あいつじゃない。あの時殺せばよかったな。ギリシャ人が金を蓄えてる間、俺たちは飢えてる。貧者は多く税を払う。なぜこんなことに。このエジプトは、エジプトは俺たちの国だ。民に繁栄をだと。穀物はない。派手な格好。農場を燃やされ、追い出された。何を食えって言うんだ。ああ、ここにあれがあるな。これ多分あのデイリーネッツだよね。途中にいい感じの塔がないんだよな。中間がすっぽり抜けてんだな。なるほど。なんか用事があってまた来るのかもしれないけどね。そんな感じしますね。ワニを追いますか。この辺もあるけど。ギリシャ人の言う繁栄の意味は。あ、ここファイユーム故郷が。あの神官を次見かけたら速攻で頭をぶち抜いとこう。まだ売ってる。相変わらずだ。ワープ。どう。ここの船借りよう。納豆のわらぶね借ります。クロコディロポリス。ワニのクロコ、クロコダイルクロコが入ってる。お、なんだ、携帯？着いたー。
あ、これ掴めないらしい。犬がいる。ここが闘技場か。ワニが紙幣を集めるのに利用してるらしい。調べてみる必要があるな。すまないが、この場所について教えてくれ。見ての通りよ。血塗られた戦いの闘技場、野蛮なところよ。でも嫌なことを忘れたいっていう人からは好評だわ。前は神殿だった。残しておくべきだったのに。神殿はどっちか。モーリアスパラス。あんた、戦士たちについて何か知ってるか。戦士？いや、彼らは神だ。恐ろしいくらいに獰猛だしな。一撃であんたを真っ二つにするぜ。ああ、赤毛のやつはいるのか。神の中の神だ。ガリアから来た兄弟を知らないのか。彼らの視線を感じるだろう。ほら、横にある像だ。へえ、チャンピオンとかなんだ。これか。カマ持ってディオウィコス、凶悪なる戦いの化身。その拳はいかなるものをも砕く。ウィリド・ウィクス、忠実なる死のしもべ。その釜で価値なき生を刈り取る。ここの所有者か。ああ、俺がそうだ。フェリクス・マルティアリスだ。お前は名声を求める名もなき荒くれ者か。闘技場に入りたいだけだ。見る価値のある戦士がいると聞いてな。赤毛のだ。そいつはガリア兄弟だな。いい戦士だ。だがお前じゃ入場料を払えない。無駄足だったな。さあ、客が怖がるからとっとと失せろ。ああ、この男はメジャーなのでは。だから、はっ、知ったことか。そうだな、戦えるのか。見たところまるで犬だが。まあ、いや、エジプト人はもう間に合ってる。シワの女狩人でお前よりもずっと強い。おお、シワ。ぶちのめされても構わないって言うなら、東の端のオベリスクに行ってみろ。闘技場に入る方法はそれしかない。町で戦えば剣闘士がお前を連れてくる。なるほど、うん、ガリア兄弟はシャディアの死に関わっている。だがなぜワニの命令に従う。潜入してさらに調べよう。闘技場の所有者がシワ人の剣闘士について話していたな。知り合いか。シワは小さい。行ってみよう。まさか奥さんじゃないだろうしな。あ、そんな偉大な戦士が子供を殺すとは思えんと言いたいところだけど、クズ野郎なのかもしれないし。本当にただ強いだけのバカタレなのかもしれない。ここも結構栄えてますね。なんか、お、なんかやってる。踊ってる。なんかこの地域の踊りっぽくないですね。楽しそう。いろんなところでなんか盛り上がってます。例のシワ人か。すごい。待て、あれはまさか。誰誰。嬉しいよ。ファイユームで何してんだい。いい場所だって聞いてな。その
成功するのにだろ。だがお前に会えるとは思わなかったよ、ケンさん。なんだっけ、闘技場ってのに呼ばれてさ。信じられる、今や剣闘士だ。ああ。ほら来て話そう、お酒も。聞いてよバイク、明るい夢が叶いそうなんだ。あとは機械に恵まれさえすればきっと王者になれる。贅沢品と金と名声、他に望むものなんてあるかい？ん？俺も同じ理由だ。新しい人生を切り開き、過去を葬るために。だが闘技場で門前払いだ。で、ついに世界を正しく導くのを諦めたのかい？うん、土台無理な話だったよ。フェリックスはよそ者をなかなか信用しない。でも大丈夫、私が後押しすりゃすぐ一緒に戦えるさ。まず飲もう。朝になったら闘技場だ、私が紹介してやるよ。うん、旧友がここにいるのは嬉しいね。明るい人だ。相当強い風に言ってたもん。やってみよう。見るからになんか戦士の女って感じだけど。どけ、おい早く。おい、一体どういうバカなんだ。道を開けろ。おい、道を開けろ。どういうバカなんだ。道を開けろ。何をふざけているんだ。川だった。なんかそこにぴょんぴょん飛んで渡りそうなものだ。どうだいこの男、相棒にしたい。偶然にも昨日イベリア人がライオンに引きちぎられちまってな。空きが出るだろう。まあ検査が保証するなら。だが組むなら何か呼び名が必要だぞ。そうだな、シワの戦士。それならシワの守護者の方がしっくりくるね。悪くない名前だと思うが。まあマシな方だな。よし入れ。だいぶ態度が違う。信頼を相当勝ち得てる。出場者が出番を待つところだ。この匂いは汗と血と汚物からできてる。クソを漏らしやすい体質ならここで済ましとくんだな。闘技場ではファローも神も守ってはくれないぞ、メジャー。お前はおそらくここで死ぬ。劇的に死ねば客が盛り上がる。万が一生き延びたら待っているのは栄光と名誉、それに次の死の機会だ。それが短くも輝かしい剣闘士の一生ってもんだ。さてと、誰がいる？あは、カリストスだ。カリストスはプトレマイオスの元兵士で巧みな剣技が自慢だ。ほうほう。ホルス、かつて最強だった戦士も年には勝てない。今じゃ単なる老人だ。新人を鍛えてる。プトレマイオスの防具か。ほとんどの戦士は防具なんて買えない。すぐにダメになるしな。軍は防具がなくなっても気づかない。まあそれらしさも増すしな。それらしさといえば闘技場では俺の武器を使ってもらう。あらら、そうなんだ。例外はなしだ。検査は知ってるな。
彼女の推薦のおかげでお前はここにいる。バイク、クロコディロポリスは新たな英雄を歓迎する。メイクしてる。もしくは血とクソが詰まった袋を、戦い方を見たい。相手はもちろんお前の推薦者が適任だな。どうだい、剣を抜く準備はいいか、メジャイ。上達ぶりを見てやるよ。おお、一瞬で来やがった、この野郎。ずりぞ、だいぶ動きが違う。確かにこれは強い。まあまあだね、じいさん。俺を甘く見るなよ。おじいちゃん動けるでしょ。強攻撃の隙間に弱入れてきやがった。仕留めたと思ったのに。もっと優雅で派手に動け。だがお前にはいい感じの残忍さがある。よし、ケンさん、こいつと組め。準備しておけよ、会場だ。頑張ります。フェリックスが戦わせたがってた例のガラクタか。大した食事になりそうもない。これただのクズっぽいな。あんたの玉でも切り取って食わせてやるよ。栄光への邪魔者ってやつさ、ガリア兄弟だ。やつらは知ってる。大丈夫かい？心ここにあらずだ。心配すんな、一回やりゃ緊張なんか吹き飛ぶさ。大丈夫だ。それでお前はどうしてここに来た？ああ、そのことか。プトレマイオス派がシワにいた時、奴隷として捕まったんだ。そうなの？セプティミウスってクソ野郎とそのお仲間連中に利用されかけちまってさ。でも、なんとか剣を手に入れて逃げ出したってわけ。で、フェリックスに拾われて訓練も受けた。さあ、昔話は終わりだ。この幸運をあんたと分かち合えてどれだけ嬉しいかわからないよ。すぐに監修はあんたを崇めるだろう。あたしと同じくらいにはね。いいな。ああ、俺たちで太陽を真っ二つにしてやろう。準備万端かい？所詮の支度ができたらフェリックスに知らせよう。早く始めりゃ早く王者になれるってわけだ。新しいシワの戦士か。戦闘で恥をかかせるのを楽しみにしてるぜ。もちろん冗談だよ。対戦させられることにはなるだろうが、だからこそここでは仲良くやろうじゃないか。それはよかった。だがなぜプトレマイオスの兵士が闘技場にいる？命令に従うのが苦手で軍に気に入られなかった。だが家族を養わなきゃ。そういうことだ。あの兄弟に挑んだことは？ウィリド・ウィクスとディオ・ウィコスか。俺なんて相手にされない。そのことは幸運だったと思う。ハゲの方繋がれてたけど、鎖。確かフォルスと言ったな。ここの訓練係だと聞いたが。仕方なくだ、ガリア兄弟に。やられた、頭をな。フェリックスが止めてくれなければ殺されてた。奴らについて知ってるか？戦わない方が いいぞ。奴ら強くて、早くて、楽しんでる。奴らは殺しを楽しむ。わかりやすい下道野郎。準備できた。本当か？みんな顔面に拳を食らうまではそう思うもんだ。まずは新人と戦ってみろ。その先は生き延びてからだ。不利な戦いに挑む二人。客は不公平な戦いが好きだ。監修を失望させるな。俺もな。なんか準備してもらった盾の方が立派なんだけど。最高ぜ。弓持ってんの？弓ないか。
お、なんかトゲついたぐるぐるがある。血を求める叫びだな。誰の血をだ。誰のでもいいのさ。ここは戦場だ。剣を休ませたりするんじゃないよ。奴らはそんなことしない。そういうこと。それがまずいことだって分かってるからね。フリってお前が随分ここに馴染んだようだな。観客の顔見たかい。私を敬愛してる男も女も望むもの全てを手に入れた。やべ、針がずれる。遅いよ。ほら背中取りな。背中。あったあったあった。見た目の割には手強いじゃん。そんなに見た目弱そうか。気を引き締めろ。俺が握りってやつか。なるべく背中を切ってクリティカル出したら。いててててて。おい、受けるがいい。おい、おい、はい、残念。そんな風に戦い続ければ金持ちの支援者の目も引ける。その後はまでとは違う新しい世界が待ってるのさ。腕の立つ剣闘士は特別な任務に当たる。そして想像できないほどの金を得られる。じゃあ何としても目に留まらないとな。それで子供殺し。ダブルアタック。勝利したのはシワの守護者。この闘技場の新たな英雄だ。彼らは果たしてどこまで行くのか。やはりお前たちを組ませたのは正解だった。逆に受けてる。私たちは大物になる運命だって言っただろ。大物だと。ちょっと落ち着けよバカ娘。まだ先は長い。確かにいい出だしだがそれだけだ。新人を何人か倒しただけじゃガリア兄弟にはたどり着けないぞ。だがまあ期待はしてるぞ。しつこいのにはうんざりだがな。どうすれば彼らと戦える。くそ、お前もなのか。次の試合に集中しろ。お前らには代わりにライオンを加えてやる。ライオン腹を空かせてるからな。食われるなよ。準備ができたら来い。ケイサの話が本当ならどの剣闘士がワニの手先でもおかしくない。ガリア兄弟がやった仕事の証拠があるかもな。支援者の正体も分かればいいが。ちゃんと女の子座りしてる。快進撃だよバエク。この調子なら最後にはガリア兄弟と戦えるかもしれないね。あんたのおかげだ。そうなれば言うことなしだな。他の契約っていうのはどうなってるんだ。へえ、正義のバエクが手を汚したいっていうのかい。時代は変わったね。メジャイでいるのも大変ってわけだ。フェリックスに頼まないといけないんだ。こっそりガリア兄弟を倒すのがワニへの近道だろう。シャディアの仇を討つこともできる。一石二鳥だ。フェリックス、特別な仕事があると耳にしたが本当なのか。デタラメだ。あったとしてもお前はその前にやることがあるだろう。いいか、お前の仕事はな、戦闘だ。
戦え、戦って金を稼げ、それだけだ。ならまずはそれをやろう。準備はいい？やっとか。キュレネの闘技場で話題になっているらしい。いい仕事をすれば全員儲かる。ライオンか。よくライオンと戦ってるのか。痛い。いつもじゃないけどね。戦いたがりの野郎どもよりずっと高くつくし。動物を殺すことが名誉みたいだね。食うか食われるかさ。それに檻に入ってるから安全だ。外に出さない限り。お、なるほど、2回転。おい、トゲトゲに押し込んでたぞ。ちょっとちゃんと上がって。当たってないよ。うい、メジャーついにこの剣闘士が世界一力強い百獣のライオンを相手にする時が来た。マジでその中入っていくとかなかなか勇気ある。お、ダブルだと思った。おいしい。相手、あ、いいねいいね。そこで勝手に揉めておいて、いい流れだ。いてんだけど。今俺に矢打ったでしょ。あ、ライオンもう一匹追加。ライオンいっぱいいるのか。お、1ライオン倒してくれた、ありがとう。檻に入ってるんじゃなかったか。闘技場に決まり事なんてないのさ。そうかそうか。あいつどこ行った？腹渡を引きずり出してやる。生きてるか？あれ？あいつどこ行った？あ、こん中入っちゃった。何してんの？いい感じにこん中入っちゃって手助けできないや。シワの守護者がまたしても勝利を収めた。次の相手はカリア兄弟となるか。なんか気に入られた。あれはカリストス。何があった？やられちゃった？ひどい話だ。警告したのに、まずい仕事を受けちまって、あいつは捨て駒にされたんだよ。雇い主は誰だ？いや、フェリックスも言わないよ。そういう仕組みだ。死ぬか、稼ぐか、誰も口は割らない。はい。
decision, Gere. Come and see the little eye. あれ、俺の相方どこ行った？ケンさんはどこに？あいつは今日は別の場所で働いてる。え、お前仕事受けたの？お前には一人で戦ってもらおう。大丈夫さ。使いっ走りか、殺された男のように。バカ、声がでかいぞ。カリストスに起きたことは不幸な事故だ。仕方がなかった。質問の多すぎる戦士は長生きしない。危険が多いからな。事故も起きる。自分の力を証明したいだけだ。ならこの試合に勝て。あの兄弟と対戦できるように勝てば目に留まるさ。ケンさんは無事か？偉大なるアヌビス、我が手に勝利を。いつもと様子が違うな。鼻が開いてる。昔グラディエーターのゲームがあって結構好きだったんだよ。当たってますね。当たってますね。ほら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 、バレたバレた。利用してるのバレた。疲れろー。ざまー。メジョリは相棒など必要としていない。ははー、なんという戦士だ。追撃、これ使えるな。いてこれ使えるわ。でこの中に押し込んでよ。強い。あ、来て来て来て、ほれほれほれ、トゲの中来い。ほら、トゲの中に突っ込んでこい。くらえ、トゲくらえ。トゲくらいじゃでもそんなにダメージ負ってないな。落ちろ落ちろ、ほら。落ちねんか。いった、あ、いた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 。こりゃ痛い。これ何？ああ、なるほど。ここまでだ、クソタレ。クソタレでーす。ふれふれ、ふれふれ、ふれふれふれ、ふれ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 、ふれ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 、ほらほら、柱にやられてしまいなさい。ほら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 。柱つえ。挑戦者の台頭となるか。ガリア兄弟は王座を守れるのか。よし、はい、今だ。セラスケ、あれよ、切り抜けたよ。いけ。ナイスガード。はいざまー、はいざまー。つえー、柱つえー。はははは、緊急事態だ。おいおい、緊急事態だぞ。お前らの隊長がずっと柱とチュッチュチュッチュしてるぞ。ほら、柱チュッチュで死んじゃうぞ。こっちから手を貸してくれ。危ないところ。あー、ほら死んじゃった。柱とチュッチュしたら死んじゃったよ。俺もちょっと今一瞬チュッチュしちゃった。えいえい。さあ次、柱つえ。トゲトゲ柱さん最強。俺の相方トゲトゲ柱でいいわ。お、生きてた。一人で戦わせてごめん。けど、すごかったって。フェリックスの依頼仕事が誰のために？そのうちちゃんと全部話すよ。まあ、私たちの未来が明るかったことはないね。
待ち望んだ瞬間、王者のマントを手にする時が来たんだよ。さあ行こう。兄弟と戦うか。幸運をとは言わない。幸運なんかない。だが聞いてくれ。本当トラウマなんだ。奴らは揃うと強い。おお。それで俺もやられた。引き離せ。一人ずつ戦え。そうすれば。ありがとう、ホルス。だが心配ない。今日死ぬつもりはない。死より、ひどいこともある。気をつけろ。頭打たれてこうなっちゃったのかな。頑張るわ。田舎のネズミにしては上出来だぞ。あざーす。さあ、本番だ。観客は兄弟が対戦者をやすやすとひねり潰す展開に飽きてる。盛り上げてくれることを期待してるぞ。もう一つ、誰も殺すな。再戦のために4人とも生かしておきたい。兄弟にも同じことを命じてある。了解。命は奪わないでおく。でもそれ以外のことについては約束できないね。ついにこの時が来た。さあ晴れ舞台だ。終わったら記念塔が立って、神殿中に私たちの名前が書かれる。崇拝。ノリノリだな。王者に最も近い位置にいる二人、シワの守護者、明けを知らず並ぶものもない、それがガリア兄弟。強そうだな。じゃあ引き離すか。おいおい、お前寄ってきたら意味ねえだろ。ナイスカード。やべ、一度カードされるとめちゃくちゃ隙ができる。危ねえなこれ。おほほ、投げ飛ばしてるよ。なるほど、下がりながら切る。こっちの方が畳みやすそうだ。突きあり。マジか、吸い込まれたな。いでで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 でいかんいかんいかん、調子づかしてる。危ねえ。動けん動けん。おう、一回なんか大きな攻撃もらうと動かんくなる。じっくりいかないと。おお、危ねえ。俺を狙ってる時はあんまり挑まないよ。
とっとー、ガードはしたが危ねえ、やばい、ひよってる、いって、うしょっと、マジか、あいつやられたか、やべえ、これまずいっすね、起こせるかな、あ、起こせねえんだ、マジか、これピンチだね、この時は隙見せる、ね、やべえ、2人揃うと本当にやべえ、うわー、やべえ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 、21になるとかなりやべえ、柱欲しい、やばい、うわー、ギリギリ、ふうふうふう、あ、マジか、うわー、かわせない、それ、ほほ、なんとか一本残せば戦える、あいつもうちょいだ、うん、それ避けられないね、横だと、でも致命にはならない、よし、いや、マジか、フェイントだった、うわー、やばい、うわは、おい、悲しんでる場合じゃねえぜ、なんか動きが良くなってる、やられるとパワーアップするタイプ、しこい、お前の方がかもりやすい、なんだそれ、うん、危ねえ、さあ来い、かもいな、ほうほう、アンペイ、派手に決めてやる、おもしろい、ひどいことをしてきた、だが子供殺しはしていない、新たな王女に称賛を、確かに見たんだ、シュワ、王子が女の子を捕まえてベレニケ、ワニのどこに行くの、殺したのはあの女だ、持ち物を取り上げ足に石を結びつけるよう命じて突き落とした、どうにもできなかった、なるほど、あんたが来た本当の理由はこれだろう、黒幕を暴くことだ、ワニの正体、なんで初めからそうと言ってくれなかった、助けたのに、奴らと同じ傭兵だからな、危険を犯せなかった、敗者を待ち受ける運命は、そんな、聖火バイク、
か。私とあんたの仲だ。死だ。マイク、泣きけよ。あの二人はやってなかったんだね。あのババアか。奴がシャディアを殺し、多くの者に破滅をもたらした。奴はファイユームの繁栄と文化の後継者を名乗り、この地域に影響を与えている。奴の富は北にある土地から来ている。ケルケ総茶、エジプト最大の穀物蔵だ。ファイユームの実力者たちとの酒宴を開いてる。毎晩屋敷から一歩も外に出ず、賄賂と上辺だけの言葉でご機嫌取りに励んでる。ならそこで奴を探そう。本当にいろいろありがとう、友よ。これからどうする？自分の別荘に引っ込むよ。酒を飲んでケヌトと二人で喪に服す。さらばだ、バエク。お前が使命を終えたら再会を喜べるだろう。お、闘技場貫禄。夜の間屋敷にいるって書いてあるね。どこだ？そこか。オッケー。すごいな、壁画。闘技場でまたあいつに再会するかな、勝ち上がってったら。まあまたそのうちそういうのもやりましょうか。とりあえず今ワニのババアを始末しないかな。行くぞ。よし。おお。ごめん。泳いで渡っといて。こっちで合流しよう。煙？煙？あ、本当だ。どういうこと？あ、燃えてんな。これなんか別のクエストか？すまん、先にこっちだ。反乱の支援。ああ、兵隊と争ってんの。今ちょっと大事な最中だから。ホテフレスが話してた屋敷だ。この中にワニがいるはず。
でかい。これはちょっとでかいですね。夜の間屋敷にいるだから、時間進めればやつが屋敷の中に出現するってことかな。目標になるべく近いところまで行きましょう。おっと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 。ん？ああなるほど、例のやつが、あいつがいるんだ。レベル32。ほほほ。おい今忙しいのに、マジかお前。こいつ相手に遊んでられねえ。やべ、余計ななんか兵隊が来てる。マジかこれ。こいつ以外の援護付きはちょっときついな。マジかこれ、ちょっとやべえな。おいおい、強い。マジかおい、泥に沈めてやろう。ただでさえ大変なのに。いやー、場所が悪い、あまりに場所が悪すぎる。部が悪い。これはちょっと、あいつ一人ならまだしも。この状況をうまく利用できないかな。入んなかった？そう、バーサーク入らなかったか。あ、入った入った。よしよしよし、この状況を利用してやる。ひねり潰してやる。標的を捕らえた。ここまでだ犬め。おほほ、あいつ強えな。場所が悪すぎたなあ、あいつに会った時の。やり合えたんだけどなあ、場所でしたね。ちょっとタイミング悪すぎた。ここにいたか。終わりだ。おいた。もう少し相手するか。絶対に逃がさない。死ね、ぶつけて。叩けない。ういえ、煙幕ではめ殺してやるぜ。いい加減しないと。ういえ、よし、オッケー。モルスの目が掘られた紙。おお、金色出た。何の書きだ。おかげで俺の秘密兵器をいくつか使ってしまったから。
痛い。あい、お、なんだこれ。うふふ。余計な消耗しまくったな。ドレスなんとか倒せてよかった。はあ。なんかいいもんゲット。ヘッドスプリッター。レベル32だね。格上で装備できる。戦闘中扱い。お、いたか。もっとあっちの方見て。目がいい。ここだ。おう。やっべ、頭すって反らされた。夜にしておこう。ああ、ここはダメだ。私のそばにいるから何もかも思いのままよ。忠実である限りはね、決して裏切ってはダメよ。はい、その通り。これが例のババアの声。検査。ああ、検査いんの、マジ。これがお前の望みなのか。エジプトの敵の奴隷になることか。これでお前の仕事も終わりだぞ。検査とやり合わなきゃ終わんねえのかこれ。こいつが選んだことなら相手してる。それでいいのか。きっと来ると思ってたよ。こうなる運命だって分かってた。殺したくない検査だが、お前の主人は。じゃあ誰ならよかった。覚悟決まってるみたいだな。一応お前を殺さない選択肢ができるか試してやろうか。厳しいな。
これでどうだ。あ、死んだわ。でも多分こいつは殺すしかないね。シャディア！何？お前が殺した？シャディア！誰？シャディア！お前が溺れさせた女の子の名だ。お前たちはエジプトにどんな栄光が待っているのかわからないのね。それで言い訳したつもりか。殺した者の名を忘れたのか。シャディアはケヌトとホテフレスの子だ。ケヌトは強情な女よ。大長は私たちの希望を終わらせかねなかった。お前は家族を破壊した。やるべきことをしただけだわ。お前が支持する者全てを破壊してやる、ベルニケ。お前のような者も全て排除する。だが今問題にしているのはお前がシャディアを殺したことだ。お前が最後に覚えるのはあの子の名だ。シャディア！残念だ。すごくいいとこですが、ここで一旦区切らせていただきます。また次回見てください。お疲れ様でした。あざした。